大切に使わないとな。りょうさん、お出かけですか？ああ。昨日帰りが遅かったようなんですが。ちょっと。せめて11時までにはお帰りください。ああ、わかってる。おじさん。よう、りょうちゃんか。この辺で中国人に。中国人か。そうだな。ああ、父さんがいるじゃないか。アジイチの親父さんだよ。りょうちゃんもよく行くだろう。ええ。中国人のことなら父さんに聞くのが一番だよ。わかりました。すいません。はい。この辺りで中国人に詳しい人を探してるんです。場所知りませんか？薬局のそばの中華料理屋さんに行かれてみては。アジイチですか？はい。従業員の皆さん確か中国の方ですよ。ありがとうございました。閉まってるな。あの。いらっしゃい。服部さん、今いいですか？なんだい？この辺りで中国人のことを聞くには誰が一番いいですか？中国人といや、ほれ目の前のアジイチにいるだろう、親父さんとか。当おじさんたちですよね。他には。他に？そうです。すいません。あ？何者てめえ？あの、ちょっと。え？気安く声かけんじゃねえよ。
とおじさん。はいよ。この辺りでおじさんたちの他に中国人って。中国人がどうしてあるか。ああ、いえ、ちょっと。もしかしてお父さんの事件に関係が。はい。あいや、中国人みんな悪い人間と違う悪いよ。わかってます。でも手がかりは中国人ってことしか。お願いします、教えてください。この辺りの中国人って言っても昔と比べて随分増えてある。新しく来た人たち、私たちわからない。そうですか。あんた、三島の人たち教えるよろしい。ああ、三島。三島？三島って三つの刀と書いて三島を言うある。三つの商売意味するよ。床屋さん、仕立て屋さん、料理人、みんな刃物使う商売ある。床屋さんはカミソリ、仕立て屋さんはハサミ、料理人は包丁ね。ああ、そうか。日本に来て商売する中国人、だいたい三頭ある。元でかからない、すぐ商売できる。それにみんな仲間、いろいろ知ってる。中国人探すなら三島に聞くよろしい。この辺りにいる三島の人たちって。床屋さんなら前田さん、仕立て屋さんなら今はワッペン作ってる糸井さん、料理人なら満腹家に聞くよろしい。三島の人なら中国人のことよく知ってるある。床屋さんは龍理髪店もあるけど、お父さんの龍さん入院しててお家大変ある。最近店開けてないよ。じゃあ前田さんと糸井さんと満腹券ですね。はい、わかりました。ありがとうございました。あの、よう、いらっしゃい。おじさん、三島って知ってます？りょうちゃん、誰から聞いた？父さんからです。そっかそっか。それで、三島関係の中国人を探してるんです。だったら、りゅうさんに聞いてみなさい。りゅうさんですか？そうそう、理髪店の。わかりました。でも、糸井さん、どうして三島？昔中国人だったからだよ。日本に帰化したんだ。中国にいた時の名は蘇建人。そうだったんですか。ありがとうございました。それじゃすいません。よう。今いいですか？ああ、なんだい？龍理髪店ってどっちでしたっけ？ハンバーガー屋のずっと先だよ。ファニーベアの先ですね。わかりました。ありがとうございました。
ょっと待ちな。あずき、俺にぶつかっといて挨拶もねえのか。てめえ、えのきさんに詫び入れろ。それともここで勝負しようってか。相手してる暇はない。俺に構うな。そうはいかねえぜ。おら、つらい、この野郎。やりやがったな。つれえ、なんてやつだ。俺にはお前らを相手にしてる時間はないんだ。はい、すいません。もう二度と俺に構うな。いいな。わかりました。おい、大丈夫か。しっかりしろ。閉まってるな。おやじさん。おお、りょうか。いろいろと大変だったみたいだな。ええ。体はもういいのか。ええ。だいぶ良くなりました。あまり無理するんじゃねえぞ。すいません。はいはい、なんだい。龍理髪店ってどっちでしたっけ。龍、聞いたことないな。私が知ってる床屋はゲームセンターの前の、確か前田とかいう床屋だけだよ。そうですか。あの、ん、まだ何か用かい。いえ。じゃあすまないが、お引き取り願おうか。失礼します。リュウさん。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。今日はどのように。いえ、違うんです。中国人のことをお聞きしたくて。あなたは。葉月と言います。山の瀬の葉月武官の。葉月さん。ほら、あなた、新聞に出てた雪の日の。ああ、いろいろ大変だったようですね。蘭亭という中国人を探しているんです。父さんたち3頭の方々はみんな劉さんが詳しいだろうと。父さんの紹介だったんですか。中国人といっても私は2世なので、あなたのご期待には。あなた、みんなお父様のことをおっしゃってるんじゃない。ああ、そうか。その方は。80になる私の父です。戦前から横浜で商売していたので、確かに父なら。風邪をこじらせて入院してて、昨日退院したところなんですよ。いろいろあって店を休んでしまって。もう大丈夫なんですか。ピンピンしてますよ。
スズメ公園で久々に体でも動かしてるんじゃないかしら。スズメ公園ですか。ぐるっとドブ板を一周散歩してお蕎麦屋に寄るのが日課で。ありがとうございます。行って訪ねてみます。